は、エスペランサ TV の伊藤です。今回のエスペランサ TV は第214回目のエスペランサ TV です。それでは先週末のハイライトをどうぞ。もう前に進めないって感じた時、諦めようと思った。誰しもが笑う夢を、オッケユースの鈴木慎です。この間の試合は約2ヶ月ぶりの勝利することができました。ユースは今状況が厳しい中ですが、これから練習も、試合も頑張ってチーム一丸となって勝利を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。エスペランサ3年チョエイトです。今日の初戦で1ゴールを決めて逆転勝ちできてよかったです。これからもエスペランサ女子の深村美希です。この前の試合で点を決められたので良かったです。次の試合も点を取りたいです。応援お願いします。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。汗かろう、汗フリーよ。汗カロールは暑いという意味です。汗フリオは寒いという意味です。アルゼンチンに行く選手はアルゼンチンに着いたら使ってみましょう。今回のエスペランサ TV はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。来週からアルゼンチン研修がスタートします。アルゼンチンに行く選手は頑張りましょう。その他の学年の選手も合宿があるので頑張っていきましょう。それではまた来週。バイバーイ。